アンダースコートアンダースコートは、スコートの下に着用する専用下着のこと。通称、アンスコ。もともとは、テニスのユニフォームである。テニスのほか、バドミントンウェア、チアリーディング、バトントワリングなどのユニフォーム、アイドル歌手のスカートの下に着用する下着として、採用されている。アンダースコートは、和製英語とされている。アメリカでは、テニスブリーフ、 または、テニスニッカーズという、なお、アンダースコートとアンダースカートは異なるものであるが、商品に表示されている、アンダースカートとのスペルは同じものである。アンダースコートスコートが動きによってめくれ上がったりした、時に、裾から下着が見えないように、通常はオーバーパンツとして、普通の下着の上に重ね履きする。アンダースコート形状は、ブルマーとほぼ同じであり、 下着を覆い隠すために、サイズがやや大きめでローレグのデザインとなっている。素材は厚めの面、またはポリエステルの混合性であることが多い。見せることを前提に作られたものであるため、電部などにフリルが縫い付けられ装飾性を高めてあったり、シアリーディングやバトントワリング用のものには、スコートと色や素材を合わせたレオタード状になっていることも多い。アンダースコートは、 その形状も変化している。初期の頃は、ウェスト部が、へそのあたりまでのものが多かったが、ショート型のものも発売された。コクリもローレグのものが多かったが、ハイレグのものも発売された。色は、白が基本だが、暗い色のスコート用に、濃紺や黒も用意されている。その他、桃色、水色、薄緑色、薄黄色など単色系のカラーアンダースコートもある。 アンダースコートの最大の特徴であるフリルは当時売り出し中のイギリス人デザイナーテッドティンリングがどうせ見えるならと装飾用としてデザインしたのが発端と言われている従来のブルマー型のデザインを完全に排したスパッツ型も存在するスパッツ型にはフリルが施されることはほとんどない後にアンダースコートと呼ばれるようになったこのウェアは1949年に アメリカ合衆国のゲルトルード・モーラン選手がウィンブルドン選手権で着用して話題を集めた。テニスウェアとしてスコートが全盛であった頃はアンダースコートはブルマーのようにアウターウェアの一種であると認識されスコートと共に着用することをためらうケースは少なかった。中学校や高校の部活動では練習時にはブルマーを公式試合ではアンダースコートを着用することが多かった。 アンダースコートを着用できるのは、レギュラーだけだった学校もある。チアリーディングや、バトントワリングにおいても、これらの競技で、スパッツがまだ一般的ではなかった1990年代以前では、ほぼ100%ブルマー型のアンダースコートだったが、その後、徐々に、スパッツ型のアンダースコートが流行しだし、テニスバドミントンなどの球技用では、スコートと一体型の作り付けのアンダーウェアに、 特にバドミントンではアンダースコート自体を必要としないキュロットスカートや短パンに移行してフリル付きアンダースコートの着用は廃れていった。2000年代以降にはチアリーディングやバトントワリングでもスパッツ型のアンダースコートを着用するチームが増えた。ほぼ同じ頃にミニスカートでプレーするプロゴルファーやボウリング選手も着用するようになった。 2011年のバドミントン国際ルール変更では、スコートとワンピースを女子の試合に限り義務づけるとする事案が、中華人民共和国やインドネシアをはじめとするイスラム教国からの反対で廃案となり、当然ながら、これらに必要となるアンダースコート着用の機会も激減した。2019年現在では、チアリーディングやテニスなどの女子スポーツ競技においてはスパッツ型、または スコート一体型が多用され、メイド服などのコスプレ業界では、フリルの付いたブルマー型が多用されている。スコート一体型に主流が移行しているために、球技用、アンダースコートは、ヨネックスやミズノといった大手スポーツメーカーは、すでにアンダースコート自体の生産を中止しているが、コスプレ用としてフリル付きアンスコは、小規模メーカーによって、未だ生産が続いている。アンダースコートにとって、 フリルは重要な位置を占めている。先に述べた通り、アンダースコートは激しい動きによって、スコートがめくれ上がった時に露出する。この時、フリルが見えることで、アンダースコートであることを強調している。短パンで練習する時にアンダースコートをアンダーウェアとして着用すれば、透けたとしてもフリルがついているので下着が透けていると思われずに済む。 アンダースコートのフリルは、前、身頃と後身頃についているものが多いが、後、身頃だけについているものもある。フリルにも特色がある。例えば、合成25段以上のフリル、幅が3センチメートル以上のフリル、花柄のレースのフリル、リボンや花や蝶をあしらったもの、フリルに使われる素材だけ、ピンクやイエローなど、白地に目にも鮮やかなカラーを変更したものなどもある。 フリルのないアンダースコートもあり、中には白地や紺地にカラフルなメーカーのロゴマークを散りばめたデザインが流行った時期もある。そのようなアンダースコートをガードル型アンダースコートという。チアリーディングやバトントワリング用のアンダースコートは競技場、電部を掴んでトスやリフトなどの激しい運動が行われる関係上。 破損しやすいフリルは基本的に施されない。ただし、競技以外の応援やパレードなどでは、専用ではなく球技用のフリル付きアンスコを流用していることも多かった。AB 吉村誠一、ファッション大辞典1000件新聞社、2010年、323ページ。吉村誠一、ファッション大辞典1000件新聞社、2010年、324ページ。 ヨネックス、アンダースコートの商品、パーケージより、ロンドン五輪、日本女子バドミントンのユニフォームが、ひらみにすぎると海外でも話題に、ザ・カゲスターの、ベルスターや、スーパーロボットレッドバロンの松原マリ、宇宙刑事、シャイダーの兄など。解決ライオン丸のサオリ、有限実行三姉妹シュシュトリアンのシュシュトリアンさん、姉妹などに見られる。 テレビドラマ版、美少女戦士、セーラームーンのセーラー戦士たちなど、高速戦隊、ターボレンジャーの流れボーマ、キリカや、電磁戦隊メガレンジャーの絞れ名など、ありがとうございます。